はい、どうもこんにちは、元です。本日はですね、対戦でも必須級のカードになる可能性のあるカードを紹介します。私事ですが、今年でチャンネル登録1500人を目指しております。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは紹介していきます。まずは E リーグが1月26日で終わってしまうのですが、やはり対戦で必須級だったカードといえばバトルビップパスだったのかなと思います。しかし今回ポケモンカード公式より新しいカードが発表されました。そのカードは仲良しポフィンというカードです。効果としましては、自分の山札から HP が70以下の種ポケモンを2匹まで選びベンチに出す、そして山札を切るというカードであり、バトルビップパスよりは効果は弱いですが、いつでも使えるのはメリットかなと思っております。しかしこのカードも使い方によってはより展開ができる貴重なカードだと思いました。例えば初ターンにポフィンを引くことができれば、151に封入されている変身スタートを持っているメタモンを呼んで、ポケモン入れ替えカードなどでバトル場に出すことができれば、山札から HP の高い種ポケモンを呼んでくることができるというコンボができます。例えばミライドンを呼んでタンデムユニットでより展開もできるので、今後使われてくるのではないのかなと思っております。今後もいろいろなカード情報が出てくると思いますが、こういう風に対戦環境が変わるのは面白いなと思います。しかもエーススペックも診断から出てくるため、より面白くなりますよね。早く新しい環境で対戦したいですが、楽しみに待っておりましょう。今後ポケモンカードに関する情報発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。